白飯の上にですね、錦糸卵と、あとそれからこれ、あれですね、たくあんの刻んだやつと、あと、しいたけ甘辛く煮たやつですね、これらをこう乗せて、その上にこのね、鶏だしスープ、米沢泉のフィールファイン TV、 ラムネ温泉、ラムネ温泉千手の里さんを、9時55分にチェックアウトしまして 2.2 キロ歩いてきました。昨日頃 2.2 キロ、ここからのこれからの計測でね、めちゃめちゃ辛かったんですけど、よく考えたら朝からカロリー何も取ってなかったんだよね。で今日はしかも上り坂結構あったよね。もう昨日朦朧としてそれすらわからないけど、めっちゃ、下り坂でしたね。スムーズに来ました。というわけで、こちら料金路線バス鹿児島よ、料金路線バスです。 IC カードのお客様はカードを送りに行きましょう。お待たせしました。ご注意ください。塩北市発電所前から料金路線バス鹿児島交通、鹿児島空港に、はい、めちゃめちゃ揺れましたね。2分装着の終点鹿児島空港行きで、公式サイトに出てる PDF で330円ってなってるんだけど、値上げされてました。360円支払っておりました。運転手さんに値上げされたんですって、すいませんしました。もっと上げてくださいってめちゃめちゃ言っておきました。はい、というわけで、さあここでね、もちろんここから飛行機乗れば今日中に帰れるんですけど、そんなことはしません、私はここから18切符の旅でございます。ちょっとさっき言い漏らしましたけど、焦っててね、帰宅が9時半の予定です。3日の、つまり47時間かけて帰るってことだな。はい、というわけで一旦ここで1時間近くあるので、来たらってすいません。さあというわけで、こちらでね、朝ごはん、朝ごはんさっき食ったからラーメン、やっぱ大空食堂でね、まあ、小1時間の待ち時間で、まあ、飲むことはできませんので、まあ、その辺の理由は今日夜果たします。本当に悔しいです。米沢3000円の一応おけの出費がかかる上に、そもそも47時間かかってしまうのはそのせいなんですけどね。同様に今日ここで飲めないんですけど、まあ、軽くね、まあ、ケイアンパイキングかな。はい、というわけでケイアンパイキングのネタが来ましたよ。はい、このようにね、レンゲと割り箸とあと茶碗を2つと、ね、サラダもサービスでね、あの取り食べ放題、早速取っていきましょう。さあ、京阪バイキング、サラダ付き、サラダはね、ドレッシング1種類しかないんですけどね、ノンオイルドレッシングしかないんですけど、で、まあ、これだけです、サラダね。が京阪のですね、セルフで作ります。白飯の上にですね、錦糸卵と、あとそれからこれ、あれですね、たくあんの刻んだやつと、あと、しいたけ甘辛く煮たやつですね、これらをこう乗せて、その上にこのね、鶏だしスープ、そこの方に鶏沈んでるのいっぱいかけちゃいましたよね、かけて、そして、刻み海苔と、それから、青ネギ、と、をかけて、それでこのわさびと赤とんぼ、紅生姜、刻む弁償、まあ、この辺でね、いただくということでね、この本当ないんだよこれ、はい、やりましょう。ちょうどいいな味、これ絶対奄美の料理なんだよね、まあ、鹿児島では、はい、うまい、甘いんだよな、まあ、それは甘いは甘いとかしょうがない。もう椎茸の椎茸臭くて最高ですね。あー、この甘いうまい、うん、わさびの汚く食いちゃう人にもさ、引き続きいただいてまいります。はい、4分で平らげてしまいましたね。おかわり行きましょう。はい、2巡目はね、ご飯ね、茶碗1膳分ぐらいにちょっと、さっき 1.5 膳分ぐらいだったので、
見えてませんけど、もう椎茸死ぬほど錦糸卵もかなり多め、鶏も多めで、先にね、紅生姜と海苔なしで、とか海苔ネギたくあんなしで、紅生姜とわさび死ぬほど入れて、上からかけましたですよね。ぎっしり椎茸入って、はい、うん、死ぬほど甘いけどわさびの刺激がいいね。タンパク質取りまくりです。今回は、5分ぐらい使いましたね。てか、まあ、ちょっとメール飲みかけとかしながら、ね、ちょっとねわさびにムラが出たんでね、まあ、次の3番目の質問しますけども、これちょっとわさびで、うまく処理できるように頑張りましょう。はい、3番目これで終わりにします。ご飯茶碗にしてるぐらいですね。全く色味が減りました、済みましたけど、これはですね、紅生姜、刻み紅生姜とわさびを、ご飯の上に直接ね、ご飯の真ん中に直接オンしたものでございまして、まあオンだというかインになってますね。はい、ということで、ほら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 、こんな感じね。はい、うん、刺激的なわさびになってちょうどいい。まあ甘いんだけどね、これがいいんだ。うん、溶けきってません、わさびで濁っとるから。うまい。大皿食堂ケハバイキン3杯目は6分かかりましたね。4分5分6分で盗撮数ですって伸びてんじゃねえかって話ですけど、ごちそうさまでした。大変満足いただきました。これで夜のウエスト飲みまで食べなくても大丈夫でしょう。ごちそうさまでした。鹿児島空港でまた来て、すいません汚くて、トイレ対策万全。7番乗り場から南国交通バスですかね、高速霧島号の熊本行きなんですけど、これですね。はい、荷物を持ってこなきゃいけないのでこれ切ります。はい、無事着席しましたけど、結構乗ってきますね。ということで、これはね、お腹空いてそうだから荷物が少なく、受けなくてとかめんどくさくなったんですね。安いタバで2280円で乗ってまいります。5分地圧、6分地圧か5分地圧かね、大丈夫。おなじみ人吉インターバス1分地着でちょっと回復してますね。ここで激しく降りてます。まあ確かに人吉に行くんだったら今は、鹿児島空港からこのバスってくるのが一番早いですからね。確かにねという感じでございます。でこれ高速のインター出てから一本地図と、ね、下に降りてくる途中の道が行って一般通りに交わるところにこのあるというね、こういう感じですかね。この外側にいた線バスのバスで、まあ、高速バス専用になるので、ね、ひっきりなしに高速バスが来る4章でございます。高速霧島号山江パーキングエリアで、11分間トイレ休憩、開放休憩、こじんまりしてますね。トイレはないんですけど、ちょっとドリンク買おうかな。はい、八代インターバス停に、3分試着でしたね。ここから、距離間違えてたのでめっちゃギリギリになっています。2.8 キロ歩いて、あ、そうそうそう、これね、まあ、これはこっち使ってるんですけど、八代駅から歩いてきて、ここから高速バス乗って人吉行ったことが1台あるかなという感じです。さあ、私は距離を間違えていたために結構ギリギリになっています。頑張りましょう。新年早々ダブルチョンボです。何をやっているんでしょう。先ほど2.2 キロだと思ってたら 2.8 キロで慌てて、出ましたと、ダイヤが迫ってるって話をしたんですけど、あれはですね、在来線の新八代駅を Google マップに目的地にすると外経路示されるんだな。実際には新幹線の新八代駅の、ね、改札外通って行けるので、新幹線の八代駅の手前を指定したら2キロだっていうことで、直前に気づいて大セーフ。まあ、そこから200メートルからなんでね、 2.2 キロという当初の計算通りじゃないかって話ですね。そしてあともう一点ね、ダイヤを間違えてました。エキスパートでね、あらかじめ予定作っといてるんですけど、あらかじめね、エキスパートのウェブじゃなくて、エ
スパートのアプリマンね、今米沢のあのホイスキーでマックアプリをね、ホイスキーでまああのワインで、直接ウィンドウズアプリとして動かしてるんですけどね、それであのそれの検索起動ではなくて、時刻表全表示で乗り継ぎをやるっていう原始的なやり方でね、まあ、要するに紙の時刻表と同じ書き方してるんですけど、まあその検索結果間違っててですね、初時刻7分間違えてたと。どうやったら7分間違えるんだっていう、なんか日付間違えてたんですかね、今日休日だよなんて。まあいずれにせよですね、まあそういうアホが重なりまして余裕があったので、割とゆっくりに歩いてまいりまして、こちら新幹線ですね。一旦ちょっとここでまた3回目だよ今日、さっき契約食いすぎた。新幹線新八代駅ってね、トイレシャワーがね、お尻シャワーがね、止めるボタンが壊れていて押せないっていうね、混んでたんで誰かが盛り込み切ろって壊したんだろうな。まあ米沢はこういう時にですね、下の蓋開けて電源ボタンを一旦切って解決しました。でまあすっきりして、こちら在来線方ですね、買って混沌5回目の18切符の利用開始ですか。はい、空いてんのかな。もうヨレヨレになっちゃってね、18切符これ出しっぱなしにしてっからね、あの財布からね、この要するにこの上がもうはみ出してんだよ。だから当然こうなっちゃうんですけど、有価証券をそうしてはいけないな。また JR 九州の旅名人満喫切符、あれ炎上した米沢でございますけど、あれの解説動画、あのあれですね、メンバーシップ限定では解説したんですけどね、米沢は問題ないと思っているという、それをねまとめて一般動画しますって結局やらなかったら2ヶ月か。すいません、最近もう自宅収録とかもう絶対無理なんだよ、仕事大変でっていうのがありますが、それは一旦置いておいて、窓口が閉まって無賃乗車ですね、もう小倉駅でしてもらうしかない。まあね、ちょっと今から戻ってね、新幹線の押してもらうのもなんなんで、これはもうしょうがないでしょ。さあ下りは3連でしたが、こちら上りは何で、あ、3連飲水機です。3連わそまそじゃない車掌さんがいる、これはラッキーかもしれません。はい、無事熊本駅でダッシュしてこれをいただきました。2回目、2冊目の2回目、混沌4回目のじゃない5回目ですね、5、6、7、8、そうですね、5回目です。5回目の18切符もらいました。はい、というわけで無事無賃乗車が解消されました。これは米沢の責任じゃないかな、あの前回のこの1回目、これね、これはあの武蔵小杉になってるのは、これ米沢が無賃乗車したんですね。明らかに人がいない、改札に人がいないっていう理由で乗っちゃったんだけどね、これで武蔵小杉駅で事情を説明したら、まだ無罪放免してくれたんだけど、今回はこれは私のせいじゃないかな、新八代駅が無人なのはね。ということなので、まあとりあえず、ね、5回目堂々と使用開始になったということでね、はい、これわすますでしたですね、はい、わすます表示しないんだな、デモだからさ。そもそも3両編成ってことは全部独に受けてるってことだな、何かこうね。いやー、正月空いてますね、ありがたいね、ほんとね、ありがたいと言っていいんだろうか、これは。はい、というわけです、自席に戻りましょう。さあ、大牟田駅で乗り換えると、あ、来てる来てる。はい、というわけで、大牟田駅で、これに先先行で抜かれるんだね、こういうダイヤを勘違いしていたということです。始発の鳥栖行き、わそまそ2連、あ、結構降りる人もここ県境渡ってばっかりだけど、ここ県境めちゃめちゃ利用なんですよね、福岡に行ってます。はい、久留米駅、ここでね、2駅先の終点です。
風天の二人に組んでて4月の文字工期に入って本日のラストランです。これがラストランになってしまうというのが後ほど説明します。ただし一旦出場するか9分差なんだ。はい、この改札口の真向かいにありますこちら地場産久留米、これねお土産ショップファミマの並びですけどね、クレジット端末故障につきスイカとか交通キャッシュカードとかクレカス買えずペイペイは対応してました。まあここで買うものなんだよ絶対にね。これ後で開けるのすぐ開くアイスなんですぐ開けますけどね、あれですわあれ。はい、再び乗りましょう。見てないだろう、さっき見せたからね俺。切り欠きがあるので、奇数番線2です。今着いたばっかりでちょうどいいタイミングですね。よいしょ、歩いちゃったというわけで久留米駅から、鹿児島本線始発区間快速文字工駅です。天黒です、よかった、はい、2日1から快速ね、長いんだよここから編成が。窓がないのかな、これいや、はい、久留米といえばこれですよ、丸長製菓の白熊だよ、ね、まあ、もちろん天文館の無邪気がさ、氷白熊としてはね、あれなんですけど、ね、この久留米のお菓子メーカー丸長製菓さんがこれを初めて、ね、こういう風にアイスバーにして売ったんだ、ね、白熊をね、ということでこれをもちろん買っていただきますよ。もうまで分かってないけど景色見ないからいいや。トラッキュースマッシュ、これね、ほんと比べちゃ失礼なんだけどね、172円で高いんですけど、ローソン100で売ってるね白熊より全然濃いんだよね、こちらね、ほんと美味しいです。はい、はい、吉塚駅です。本来の予定ではここで降りてウエスト吉塚駅前店で2時間飲んで旅を再開して、豊富の快活クラブで仮眠する予定でした。そしてそうすると翌朝一番に乗ると、錦糸町23時30分に帰れる、2日で帰れるんですよ。ところがですね、米沢がの先日、先月やらかした事件の結果ですね、米沢酔っ払った状態で会社の PC 持ってたらダメって感じ、もう何があったかお察しいただけると思うんですけど、もう戻ってきたんですけどね、奇跡的にね。まあなのでここで飲むことができなくなってしまったんですね。でまあそれウエストで飲まないのはないんで、今日は小倉で、一旦荷物を預けて、しかも快活クラブでね安くて快適そうなところが、オープンした、去年オープンしたらしいので、そこに泊まって駅から離れてるんですけどね。でそれで荷物を預けた上でウエスト飲みして、明日の朝小倉出ると。でそうすると沼津日付超えて到達になるために、沼津駅前のね、メディアカフェポパイの料金合わせて3000円以上余計にかかるんですけど、3000円足したらウエスト飲みできるんだから仕方がない、そういうことでございます。ただいま、お疲れ様です。小倉でおりました。そしてこれで今日の移動おしまいでございます。喉が枯れている。ということでご視聴ありがとうございました。帰りはね、前編後編の予定でしたけど、急遽小倉の夜、明日の朝までをね終電として3本立ての予定でございます。チャンネル登録よろしくお願いします。